はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。まもなく4時半になろうとしていますね。7月9日の金曜日でございまして、まったりとした午後今日もね、昼寝できました。多分30分ぐらい寝たんちゃうかなと思いますけどね。気持ちいいですね、昼寝はほんまにね。南欧ですね、スペインとかイタリアっていうのはシエスタの習慣があるんですね。ベトナムでもあるらしいですね。大体暑い国はあるんですね。日本でも昼寝って言って、まあ大人はしませんね、子供はしますけどいや大人もしたらええねんと思うけど、まあなんていうかサラリーマン無理ですねしてたらね、クビになりますからねさあ行きましょう。日本経済新聞でございまして、これは、7月9日の11時27分に出た記事ですね。西村氏発言に金融機関困惑、飲食店の要請、無理やるというタイトルでした。これね、昨日からね、この西村っていうおっさん、大臣ですけど、アホなこと言うて話題を集めてますけどアホなこと言うて話題を集めるっていうのは不名誉なことやというふうにね、感じないんでしょうかね。多分自分がね、どんだけアホなこと言ってるかということに関しては自覚がないんですよ。ちょっと読みましょうか。4回目の緊急事態宣言に伴う飲食店の営業自粛をめぐり、金融機関に戸惑いが広がっている西村康稔らしいですね。康稔経済財政再生省は8日夜の記者会見で、休業要請に応じない飲食店の情報を金融機関に提供する方針を示し、遵守の働きかけをしてほしいと述べたためだ。貸ししぶりをせず全力で資金繰りを支えるように求める一方で、締め付け役も担わせようとする二律背反の要請の実効性は薄そうだと。昨日はね、その休業しない、あるいは酒を出す飲食店に対して酒売るなってですね、主犯店に、言うてるわけですね。で今度はその金融機関に、この店は休業要請に応じひんからって、君らから働きかけろって言って、それなんていうか政府がやることですか、はっきり言うてほんまにまずもってね、昨日も言いましたけど、こう飲食店が営業するかしひんかは、その飲食店の判断に任されてるわけですね。で酒出す出さへんも飲食店の判断に任されてるわけであって、それは公共の福祉に反しない限り憲法上保障された権利なんですよ。なんでそのね、犯罪行為をしてるわけではないんですよ、飲食店は。料理を出してお酒を出してって店開けても何が悪いねんって話ですよね。でただ今政府はなるべくこう酒出さんといてくれと、時間は何時から何時にしてくれと言うてるわけです。その要請に従うか従わないかっていう権利は飲食店にあるわけですね。でそれを従わないからっつって酒屋に酒売んなとかね、銀行にねここに融資すんなみたいなね、安易な案にそういう圧力をかけるって、それやること自体変やんっていうことですね。そんなもん酒屋にしろ銀行にしろね、自分らの考えで商売してるわけだって、規制するんやったらきちんと法律を作ればいいね、ルールを作ればいいね、国会で国民に選ばれた議員たちが議論して法律を作ればいい、ね、それを一大臣がですねそんなことを言うって、何を考えてるんでしょうね。そもそももうただの風邪みたいなもんですよ、もうこの日本においてのコロナはね。1日に今、昨日が12人でしたかね、お亡くなりになった方が。日本人は普通に3500人死ぬんですよ、1日に。その1日に12人か30人しか死なへん原因のために、それを防ぐがためにですね、飲食店に営業すんな、酒出すなって。ということをですね、政府が言うということ自体、アホなことですよ。まことにアホなことであって、これ例えばいつも言ってる通り、10年後から今を見たらね、なんとアホなことしてたんやということになるわけですよ。昔アメリカに禁酒法って時代ってあって、1920年代だったと思うんですけど、今から見たらアホみたいなもんですよね。マフィアを喜ばしただけっていう愚策ですよね。それを今やってるんですよ。今やってて。
で、そのね、コロナがね、100歩譲ってね、危険なね、危険な病気やったとしてもですよ、そんなもん、その飲食店に酒出すなって言うんやったら、どうすんの、その、その辺のきちんとした保証せよってことになりますよね。いや、きちんとした保証かどうかっていうのは非常に今曖昧ですね。1日何万円払いますって、面積に応じていくら払いますって、それはそれでええとして、従業員はどうなんのってことですね。従業員はそれもらえるかもらえないかは経営者次第でしょ。大半もらえないと思うんですよ。でほとんどアルバイトでしょ、飲食店の店員というか飲食店で勤務されてる方っていうのは、そこまで回らんわけですよ。そうだったらね、従業員にしたらね、こう若い20代30代の従業員であればね、もう自分はほぼ大丈夫なんですよ、コロナは。まあかかっても風邪なんですよ。命の心配がない風邪なんですよ、ほぼほぼね。それだったら勤務してたらね、お金もらえた方がいいに決まってるやん、決まってるやん。それをね、まあまあ100歩譲ってね、まあまあそれで店が自粛するんやったらそれでもいいとして、そこでね、自粛しない店に対して、その余計なね、こう、プレッシャーをかけるというかね、余計な締め付けをする、ことの、こう、なんていうか、アホ臭さぶりっていうのをですね、なんでわからへんのかなと思いますよね。この西村っていうアホのおっさんが一人で考えてるのか、それとも後ろで役人が糸引いてるのかなんか知りませんけども、糸引いてるとしても、その役人もアホですね、そうすると、そういうことを言わせるという。で、何よりもね、西村政治家でしょ。政治家であればね、政治家として判断すべきなんですよ。こんなことをやったらあかんと。要請は要請やと、ね。あとは飲食店の自由やないかと。それぐらいのことを、そんな僕でも言えるようなことを、なんでこのおっさん言えへんやんねん。大臣でしょ、このおっさん。ようテレビ出てはりますけどね。ほんまに。もうそんなね、ことを言うアホがね、大臣におってですね、もう2連ちゃんですよ。酒屋に酒売んなっていうのとですね、金融機関に君らからも遵守を促せって、その金融機関の仕事ちゃうやん、大体仕事ちゃうでしょ。なんでそれ金融機関やらなあかんので、一方でここにも書いてありますけども、飲食店経営苦しいから金貸したれって言うてるわけでしょ。一生懸命経営努力してるね、飲食店に対して、政府が言うてる境に経営努力やめろっていうのと同じようなもんですよ。このね、アホ臭い構造がなぜ理解できないんだろうというのが非常に不思議ですね。コロナというのはですね、どう言いましょうね、非常事態ですね、言うてみればね。別に非常事態に騒ぐことのことはないんですけど、まあ、非常事態として騒いでるわけです、今の日本は。で、普段ではないわけですから、平時ではない非常事態であればあるほどですね、その人間の、どう言いますかね、本性と言いますか、地金と言いますか、弱いところが出てきますね。普通のルーティンであればですね、こんなことにはならないわけであって、その、こういうアホなですね、要請をしているということを、要請をするという場面にならないわけですね、この西村というアホなジャン大臣も。普通に経済担当省をやってればいいわけだって。それがですね、このコロナによって飲食店に酒出すな、営業時間自粛せとかって、という非常にイレギュラーな事態になったからこそ、いかに自分に常識がないかって、このおっさんに常識がないかっていうのはあぶり出てきたわけです。なんで常識がないかと言いますと、それは要はそんだけ常識を養わへんかったということです。簡単に言ってみれば勉強せへんかったと、学ばなかったということですね。究極に突き詰めればリベラルアーツが足りないわけです。でそんなおっさんがですね、のうのうとですね、大臣になって、大臣としての業務で飲食店に自粛せえというのはね、政府の方針であればそれはしゃあないと思います。100歩譲ってね、それも私は間違ってると思いますけど、まあまあ騒いでる、今大騒ぎしてる最中で、その一環として自粛せえっていうのは、それは政府としてギリギリそこまではやってええやろうと思いますけども、強制はできないわけですね。で、強制できないからといってですね、金融機関にお前からも言えって、境に売んなと。もうね、こんな愚かしい情景をね、こう、まだまだと見せつけられるとは私も思いませんでしたよ、ほんまに。ほんまに。ね、日本の政治家がね、ここまでアホやというこう、まあまあアホやと思ってますけど、アホはアホなんですけども、でもそのなんていうか、こうあんまりそのこう俺の目の前でやってくれたよと思う気持ちがあるわけですよ。
それをまあ見せつけられると本当にもう唖然としますね。小池都知事はですね、非常にこうずる賢い、まあ、あのたぬきちゃんのキツネやねあいつだと思うんですけど、まあ、あれはあれでしゃあないと思いますよ、やっぱし。あれはあれでしゃあないと思うけど、あの政治家がずる賢いのは本性ですから、それはまあね、ある程度こうやって楽しんで見てられるんですけど、こう常識を外すアホぶりを見せられるっていうのは何とも物悲しいですね。はい、ということで、この日経新聞はこのアホらしくて、開いてませんけども、その元のページを貼っておきますんで、まあ、読みたい方は読んでみてください。はい、どうもありがとうございました。